特にですね、こう、雑な作りだなというふうに思うところは特にありません。はい、どうも皆さん、こんにちは。ラナモです。今回ご紹介したいのはこちら、完全独立型の Bluetooth イヤホンになります。完全独立型の Bluetooth イヤホンといえばですね、イヤインがクラウドファンディングサービスでありますキックスターターで資金調達を行って、目的額の5倍以上のね、資金を調達することに成功しまして、まあ、急ピッチで開発されたのが、まあ、始まりになるんですけども、開発されてもう何年も経ちますから、かなりこう安いね、完全独立型の Bluetooth イヤホンが結構出回っているんですけども、今回買ったこちらのイヤホンはですね、なんと2000円で購入しました。一番最初に売り出したイヤインがですね、およそ大体2万円から2万5000円ぐらいの値段でまあ売られてるんですけども、だからちょうど10分の1ぐらいの値段になるわけですね。なのでちゃんと音楽が聴けるのかちょっと心配はあるんですけども、興味本位でちょっと買ってみました。それでは開けていきたいと思います。はい、今回買いましたのはハロディジーの HD10 になります。白を買ったはずなんだけど、パッケージが黒だな。間違えたんかな。どうなってんだこれ。白のパッケージがそもそもないのか、中は白なのかちょっとわかんないですけども、買いました。ハロディジーというのはですね、中国のメーカーさんのようなんですけども、ハロディジーという名前がまあブランド名なのか販売会社の名前なのか、それすらもちょっとわかんなくてですね、ただまあおそらく中国のメーカーなんだろうというふうな情報は出ていました。いつも通りですね、軽くまあこの商品がどういうのか概要を説明してからですね、開けていきたいと思います。まずですね、サイズが直径 18.5mm、 重量が 5.5g と超小型で軽いため、長時間つけても疲れにくいという風なことだそうです。一応イヤインがですね、直径 14.5mm で 3.5g、 あと形が似ているエラードのアポロ7はですね、直径が 15.4mm で 4g ということなので、まあ有名メーカーさんと比べるとちょっと大きくてまあ重いかなといった感じではあるんですけども、ただまあアポロ7と比べると、アポロ7 4万ですからね、もう20分の1ですから、もう相当まあ頑張ってる方なんじゃないかなというふうに思います。それからですね、 Bluetooth 4.2 採用ということでですね、接続の安定性と、それから消費電力の少なさも売りにしているようですね。それから最大再生時間は6時間とのことです。ただですね、充電用のまあそういう、ケースとかはついてきてないようですので、ちょっと6時間というのがどれくらいなのか人によってだと思うんですけども、ちょっと短いかなっていう感じの人もいるかもしれません。あとはですね、ちょっとよくわかりません。全くね、ちょっと情報が少ないんですよね。ドライバーは多分バランスドアマチュアだと思うんですけども、ちょっとよくわかんないですね。とりあえずですね、開けて見てみたいと思います。はい、ではこちら、ハロディジーの HD10、完全独立型の Bluetooth イヤホンですね、を開けていきたいと思います。パッケージはこんな感じですね。白買ったんだけど黒が来ちゃったのかな。これは横はこんな感じです。色はですね、黒、白、ブルーとあとピンクがあります。はい、では開けていきたいと思います。じゃあ開けます。よいしょー。何これ、笑ってるみたい。何これ、これは何だ、これが目で口みたい。何これ、何の意味があるんだろうこれは。でもちゃんと白着てくれてるんだな。パッケージはどうも黒のデザインのパッケージしかないようですね。この溝は何なんだろう、開けやすいように作ってるんだか、笑わそうとしてハロディジーさんがこう仕掛けてきてるのかわかんないな。面白いからいいけど。これはちょっと、これこう取れちゃうじゃない。ちょっと置いといて、本体はちょっととりあえず置いといて、中を見ましょう。よし、はい、こちら USB に2個分岐して線があるんですけども、これは充電だと思うんですけども、見たことない形状のケーブルですね。充電用のケーブルだと思います。はい、でイヤーピースが6個ついてますね。多分 SML 入っています。で実際に、付属しているもうすでに本体についているイヤーピースもあるんで、全部で8個ついてますね。これ結構多いんじゃないかと思います。で続いて、なんというか布ですね、これに今入れてくださいよということのようです。傷はつかないんじゃないですかね、これで入れれば。布がついてきます。はい、であと説明書がついてきます。この説明書がすごく大事になってきます。接続方法が日本語で書いてないと
困るんですよ。接続の仕方よくわかんないから、完全独立だ。でも、日本語対応してるようですね、これね。いや、これはありがたい。いちいち本当に自由です。本当に自由です。本当に自由です。本当に自由ですって、これ何なんこれ。全ページに本当に自由です。本当に自由ですを入れてますね。本当に自由なんですね。はい、ということで、本体を見ていきたいと思います。ハロディジーというふうに書かれてますね。この、あ、ここに充電を入れるんだね、さっきの棒をね。なるほどね。このような感じになっています。特にですね、こう、雑な作りだなというふうに思うところは特にありません。見てて結構綺麗だなというふうに思います。ツルツルしてます。で、ここの部分が押せるようになってますの。おそらくここで、ペアリング等の設定を行うんだと思います。では、実際に聞いていきたいと思います。はい、ということでですね、さっき、実際に接続をしてみたんですけども、結構簡単にペアリングができましたので、やり方をご紹介したいと思います。はい、ではですね、やっていきたいと思います。まず片方、どっちか片方のイヤホンを3秒長押しします。そうするとこのように赤く点滅します。そしたらもう片方の方を今度5秒長押しします。そうするとこのように赤と青交互に光るようになります。そうするとですね、接続したい機器の方にハロデジーの HD10 というのがですね、出てきます。はい、というふうにですね、このようにハロデジー HD10 というふうに出て接続済みになります。なので結構簡単にできますね。はい、ではですね、聞いていきたいと思います。これどっちが右でどっちが左なのかわかんないんですけども、ただ点滅してる方としてない方で区別するのではないかなと思います。フィット感はかなりいいですね。フィット感はだいぶいいです。はい、で実際につけてみました。フィット感はかなりいいです。こんな感じになりますね。はい、じゃあ実際に聞いていきたいと思います。さて、どうかな。うん、聞いてみたんですけども、ちょっと音質はまだどうのこうの言わないようにしとくんですけども、ちょっと僕の中で致命的な部分がありました。光ってる方が右、光ってない方が左になるようですね。うん。ちょっとこれ長い時間ちょっと使ってみないとね、わからないですね、これ。しばらく使った感想ですね。また次に述べたいと思います。はい、ということですね、あれから、5日経ちました。エイジングはですね、ちょっと何時間したかちょっとはっきりはわからないんですけども、だいたい15から20時間ぐらいやりました。で、いつも通りですね、いいと思ったところと、ちょっと微妙なんじゃないかなと思うところを述べていきたいと思います。まずですね、いいと思ったところはですね、やっぱりすごくつけてて快適なんですよね。これをつけて2時間ぐらいですね、買い物したんですけども、本当につけてるのを忘れるぐらいとまでは言わないんですけども、とにかくその有線のイヤホンと比べると、ケーブルが邪魔になったりしないし、絡んだりもしないし、聞くのをこうやめたらですね、すぐにこう外してポケットにしまえるということで、とにかく快適でした。これはもう本当にやばいですね。うん、完全独立型の Bluetooth イヤホンを使ったことが初めてだったんですけども、思っていた以上にいいなというふうに思いました。これはもう完全独立型 Bluetooth イヤホンの特権なんじゃないかなというふうに思います。あとですね、思った以上にですね、ペアリングが本当に簡単なんですね。一度ペアリングしたことがある機器の場合はですね、片方を3秒押して、でもう片方を3秒押す、これだけでですね、両方がペアリングできて、かつ聞きたいプレイヤーともペアリングができるといった感じになります。で、両方とも押せば、パワーオフできるといった感じになります。なので、思った以上に接続は簡単ですね。で、あとですね、日本語の説明書がついてるのがすごくいいなというふうに思いました。Bluetooth のイヤホンは、やっぱりペアリングの仕方がわからないと終わりますからね。うん。日本語の説明書があるっていうのはかなり大事なんじゃないかなというふうに思いました。で、あとですね、左右でこう音がバラバラに再生されてしまって、まともに聞けないんじゃないかなというふうに思ったんですけども、そんなこと全然なくてですね、意外と普通に聞けるんですね。うん、そこが結構いいところかは分かんないけども、一応いいところとさせていただきたいというふうに思います。で、あとはやっぱり値段ですよね。3000円でイヤーインとかアポロ7に似たような形の完全独立型の Bluetooth イヤホンが買えるってなかなかすごいんじゃないかなというふうに思います。で、続いては微妙なんじゃないかなという思うところなんですけども、まずこれはなかなか致命傷なんですけども、 iPhone6 で聞くとですね、
再生ボタンを押してもすぐに再生されずにこうフェードインするような形で曲が始まるんですよね。あれなんかおかしいなというふうに思ってですね、いろいろ操作してみたんですけども変わらないですね。iPad も試してみたんですけども同様にですね、再生ボタンを押してもすぐに始まらずにフェードインして始まるような形になります。ただですね、 AK70 で試したらですね、普通に再生できるんですよ。なんか AK70 自体ですね、こうフェードインしながら再生されてしまうみたいなバグがこう最初の方にあったと思うんですけども、それがアップデートで今改善されたと思うんですけども、だから AK70 だと大丈夫なのか、iPhone6 が悪いのかちょっとわかんないんですけども、まあ、致命的すぎますねこれはね。でこれはまあしょうがないかもしれないんですけども、接続が悪くなってこう音飛びしたりしますね。で完全独立型の Bluetooth イヤホンなんで、こう片方だけが音が飛んだりとか、まあ、両方飛んだりとか、ちょっと飛びやすいかなといった感じはしますね。ちょっと接続が悪くなることが多いような気がします。で音の感想なんですけども、これはなかなか悪いですね。まあ、低音域の出方もあんまり良くないんですけども、まあ、高音域が結構かなりザラついてですね、ドラムのハイハットなんかはかなりこうザラザラとしてこう耳障りな感じがします。多分こうバランスドアマチュア型のドライバーを1機しか搭載してないと思うんですけども、やっぱりちょっとシンバルレベルの高音域はやっぱり苦手みたいですね。だいぶ表現が悪いなというふうに思いました。であとまあ対応のコーデックも多分おそらく SBC だけのようなんですね。ちょっとそこら辺詳しく載ってなかったんでわかんないんですけども、おそらく SBC のみということで、まあより一層高域がちょっとダメといった感じですね。そんな感じになりますね。はい、ということですね、ハロデジーの HD10 という完全独立型の Bluetooth イヤホンのご紹介でした。値段はですね、かなり安いんですけども、やはり気になるところは結構ありましたね。完全独立型の Bluetooth イヤホンというのが、まあ、どんな感じなのか試しに聞きたいかなと、まあ、買いたいかなという分にはいいと思うんですけども、真剣にまあこれをずっと使うとなるとちょっと僕は難しいかなといった感じがしました。ただ試しにね、Bluetooth の完全独立型の Bluetooth イヤホン、まあ、使ってみてですね、まあ本当に使い勝手が良くてですね、快適だったんで、もっといいのをこう買ってみたいなというふうに思いました。買ったらですね、また動画にしたいと思います。はい、ということですね、ハロデジンの HD10 のご紹介でした。この動画良かったと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ラロマでした。越えていけばいい、どんなハードルが僕の行く手を塞いで